このエピソードでは英語を話す環境の作り方を紹介したいなと思います。皆さんこんにちは。私はハワイ在住で英語発音コーチとビジネスコーチをしているアイコ・ヘミングウェイです。 So welcome back to another episode. In this episode, I'm gonna talk about how you can create the environment where you can speak more English. まず本題に入る前に、日本語っぽい発音をどういう風に英語らしくしたらいいかという3つのポイントを無料動画でシェアしていますので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてくださいね。今まで発音を散々練習してきたのに、なんとなくまだ日本語っぽい発音になっているという方に向けて作っています。で、このエピソードでは英語を話す環境をどうやって作るかっていうのを紹介したいなと思います。で、私の、英語発音コーチングのクライアントさんっていうのは日本に住んでいる方とかアメリカに住んでいる方も、います。なのでいろんなところに住んでいる方がいらっしゃるんですよ。でも本当に住んでいる場所っていうのは関係なくって、アメリカに住んでいるからといって英語を話すことが多いかっていうと、そうではないんですね。逆に言うと、日本に住んでいても英語をたくさん話す環境にするということは可能だと思います。で、ちなみに私は今アメリカに20年住んでいますが、アメリカにですね30年40年住んでいる日本から来た方でも、英語を話す機会があんまりないとか、まだまだ英語が話せないという方も結構いらっしゃるんですよ。なので、アメリカにどのくらい長く住んでいるかとか、アメリカに住んでいるから自然と英語を話せるようになるとか、そういうことではないんですね。なので、ぜひそういう面でも、日本に住んでいて もう英語を話す環境にすることは本当にできますので、その辺住んでいる場所というのはあんまり関係ないですので、心配しないで見てくださいね。で、私もアメリカにずっと住んでいますが、最初の3年間というのはもう英語漬けで、日本人がいない場所をわざわざ選んで住んで、で、そしてずっと英語を話すという生活を3年間していました。で、全然話せないというレベルからスタートしたんですけれども、本当にもう24時間英語を使うようになって、夢がまずは英語になって、で、本当に日本語がもうとっさに出てこなくなるくらいずっと英語を話し続けて3年間経って、で、結構ですね、早い会話とかもついていけるようになったんですけれども、その後に日本人が多いロサンゼルスに引っ越したことがあります。で、それで何があったかというと、日本人の方結構いらっしゃるじゃないですか。だから日本語使うようになっちゃったんですよ。アメリカに住んでいても日本語を使う割合がちょっと増えてしまっただけでですよ、もう本当に日本語の力ってすごいですよね。そのFirst Languageのその力って本当にすごく強くって、日本語をちょっと使うようになったら英語の力がもうガクンって落ちたんですよ。で、本当にこれはびっくりで、だってアメリカに住んでるんですよ。で、英語を話す機会も多いし、学校で使う言語って英語ですよね。でも普段の生活でちょっと日本人の方と日本語を話すようになってしまってから、英語の力がガクンって落ちて、考え事とかも日本語になっちゃったんですよ。で、以前は3年間本当に英語漬けのところで生活していた時は、考え事一人でいる時、夢も全部英語だったんですけど、それがいきなり話していない時はずっと日本語になってしまったんですね。なので、やっぱ言語って話してる時じゃなくて、話していない時にどういう風に過ごすかっていうのが肝心なんじゃないかなと思って、なので、普段その話していない時、日本語英語とか話していない時は全部日本語になってしまってから、英語の力がガクンと落ちたんですよ。なのでそれをちょっと経験して、あ、やばいと思って、ちょっと考え事を英語にするようにまた訓練して、で、普段から英語を使う生活にどんどん戻していったんですね。で、それからもう10年くらい経っていますけれども、今はこういう風に動画で日本語で、話していますが、それ以外の時は結構英語のことが多いです。今アメリカに20年住んでいますが、それでも
英語を使う割合っていうのは本当に意識して生活しています。なのでポイントは話している時じゃなくって、話していない時、夢とか考え事とかそういう時にどっちの言語で過ごすかなんじゃないかなと思います。なので英語になるようにしてみると本当に英語使う割合が一気にガッて増えるんですよ。で、一人ごとで英語を考えるのが難しいという方、そういう方は一人ごと一人ごとを、英語にしてみてください。やっぱり考えている、頭の中で考えている時ってなんとなくぐちゃぐちゃになって、やっぱり強い言語の方が出てくるから、もし日本に住んでいるのであれば日本語の方が多分簡単にパッて出てくると思うんですね。それを無理やり英語にするっていうのは結構難しいかもしれない。だけど独り言として実際にこう動作に出す時の言語を英語にしてみると結構ですね、それだと楽です。頭の中っていうのは結構コントロールが難しいんですけれども、話す言語っていうのはコントロールできますので、独り言をまずは英語にしてみるといいかもしれないです。そうすると、本当に無意識の時に考え事が、あ、今日は英語だみたいな、なんかそういう感じで英語が増えてくるんじゃないでしょうか。なので、私も、シャワーに入ってる時とか考え事するじゃないですか。あと、ちょっと夜寝る前とか考え事するじゃないですか。そういう時も結構英語のことが多いんですよね。で、今は結構その訓練ができてきたので、英語を使う割合をなるべく低くしないようにっていうのは普段から心がけているんですけれども、本当に英語でもない、日本語でもない、なんか不思議な空間で考えてる時もあるんですね。なんかイメージとかになってしまうというか、なんかこうもう言語ではなくなってしまうということも結構あります。なのでなんか不思議な感覚もちょっと生まれてくるかもしれないです。そうすると結構日本語から離れることができるっていうのがちょっと訓練でできるっていうのがだんだん経験で分かってくるんじゃないでしょうか。なのでそういうふうにですね、英語を使う割合っていうのをぜひ増やしてみてください。本当にとっさの一言とか、何かびっくりした時とか、そういうですね、無意識の状態でパッて出る言語が英語になっていくと本当に楽だと思います。なのでまずはそれを目指してみるといいですよね。とっさの一言が今何の言語になっているかっていうのをちょっと観察してみてくださいね。でもしそれが日本語になっているのであれば、それで英語を伸ばしたいのであれば、そこが英語になってくるといいですよね。なのでそういう感じで、ぜひ英語を使う割合っていうのを話していない時とか、そういうことでですね、ぜひ、割合を増やしていってみるといいかもしれないです。どうですか、このエピソードもし役に立ったと思ったらぜひ、感想を、お寄せくださいね。で、年に4回発音のグループコースを行っていて、12週間の長さの、発音コースを教えています。2021年の1月5日スタートの方はこちらは満席になりました。で3月30日スタートしたいという方を今募集していますので、ぜひ私のウェブサイト発音矯正.com hatsunkyosei.com こちらの方をチェックしてみてください。 Okay, so thank you very much for watching and I will see you guys later. Bye!